回から、まだ全然撮ってないのでやりたいと思うんですけど、どうですか？家で自習してますか？はい。うん、どんな感じでやってますか？イメージトレーニングを絶対に前にするようにして、うん、前回言われたことをちゃんと実習するようにしています。はい、わかりました。じゃあちょっとね、頑張って踊ってみましょう。はい。もう少し5番、指弾いて、手が棒にならないで、楽しく楽しく、みんな見てね、みんな見てねっていう気持ちで、この時かかと前、はい、ちょっとねリボン直しましょう。踊ったりする時にアクシデントあるかもしれないんですけれども、ちゃんときれいにそうやってねやるようにしてないとダメだよ。はい、うん、気をつけて。はい、じゃあ最後のところから、ジュテジュテアンブロッペで、うん、そうね、頑張って、ここ頑張って、パクリューで最後のところですよ、シソンヌですよ、シソンヌしてタタタタタ、そうです。しっかりとかかと前、かかと前、音、顔は子孫サンプル、ちゃんと立ってないと、立ってないと、トーシューズが今しっかりと足の甲が見えないよ。しっかりと足一歩出さないと。なぜできなかったか分かりますか？体重移動が全然できてなかったからなんですね。それでですね、アンボアテ、アンボアテやってみてください。1回でいいです。前、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 ちょっとねお腹がちょっとこう開いてるよ。でパクリューで、あ、パドブレで、パドブレで、はい、うん、それね音の中でやらなきゃダメだよ。はい、うん、音で全然できてなかったから、それ気をつけることと、あとね、立ってる時にごめんね、ちょっとねつま先がすごい丸まってで見える、塔がなんかぼやーんと見える、すごいシャープな足が見えないので、それも全体的になんですけど、もっと気をつけなきゃいけません。でグリッサーダントゥルナンなんですが、グリッサーダントゥルナンはここもちゃんとまっすぐ行けてなかったんですね。なので最後止まれなかったし、行けなかったんですよ。せーの、とお、立つ立つ、5番、お腹背中、お腹背中、お腹背中、うん、最後立ってる時ももうちょっと止まってていい。はい、うん、あのね、足をちょっと締める力がもしかしたらちょっと弱いのかもしれないので、足を締めるエクササイズっていうのはセラバンドでもできますし、またこれはまたちょっと個別にやりますが、もうちょっとね音を聞いてやらなきゃいけない。うん、そして、先生だったらなんですけど、先生このリゼットのバリエーションを踊ってすごい楽しかったですね。パドブレ、立ってるっていうのを見せて下ろしてました。わかりますか？はい、せーの、パドブレ、うん、それ音の中でもっともっとパドブレをちょっと短くしてって立ってるって感じなんですよ。うん、でももっと立ってるんですけどね。だからそういうのもなんかできるようになったらいいんですけどね。まだまだ課題はたくさんあります。はい、はい、やる気はありますか？
もし自分がやる気があるのであれば、自分が何をしなければいけないか、何をやるべきなのかをもうちょっとね、明確にできるようにいたしましょう。はい、はい、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張っている N ちゃんのことをどうぞ応援してあげてください。私もね、厳しい言葉をかけてはいるんですけれども、それは指導におけるものであって、彼女に対してものすごく、なんて言うんでしょうね、意地悪な気持ちがあるから言ってるのではないんですね。むしろ逆なんです。頑張ってもらいたい、その気持ちでちょっとね、厳しめの言葉を使ってはいるんですけれども、でもそれでも N ちゃんは私についてきてくれてるんですね。なので、私も含めて N ちゃんのことも応援してもらえたらと思います。では引き続き動画を撮っていきますので、皆様どうぞご期待ください。またねー。